いいタイミングで来たな。ソンヒ、その人に頼まれていたんだ。偉人町でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと。起きるはずのこと？ああ、そのために青木寮にまつわる連中を見つけてほしいとね。必ず何か異変があるはずだと。で、見つかったんだな。ああ、システムのフル稼働にはまだ程遠いが、探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ。探し物って？殺し屋だよ。偉人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた。殺し屋が偉人町？なんで？清流会の会長を殺した犯人は沢城、そしてその命令は青木亮が下していた。その沢城が警察に逮捕されたとあっちゃ、青木にとって生きているだけで目障りな存在だ。いくら警察に黙秘を続けているとしてもな。沢城の頭が目障りだから、その殺し屋を使って殺そうってのか？青木亮ならそれをやりかねない。俺の情報源になっている連中はそう言っていた。あなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか？昭和を牛耳っていたあの殺し屋探すついでに、どうせ俺のことも調べたんだろ。まあな、さすがは伝説の竜と呼ばれ。余計な話は後だ。だが、さすが情報通のコミジュルだな。よく探してくれた。まあな、野暮な話をしてしまったか。じゃあ本題に入ろう。ここどこだ？スナック街の裏手。ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶は知っているはずだ。ん？俺も知ってる？オウムの下っ端たちだ。ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。カメラ切り替えろ。やっぱりわかるよな。ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。ミラーフェイス？え、何？有名人？ああ、有名な殺し屋さん。え？こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。変装も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか？沢城を狙って。でもどうやって？ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。そんな変装、やつなら朝飯前だね。楽勝じゃない？若はまだ知らねえんだ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと。教えたところでどうなんだろうな。何？どういうことだ？仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそんな気がするね。沢城の頭を消す、それが若の次の一手。本当に間違いねえのか？よく考えろと言ったはずだ。この状況すべて踏まえて、俺がやはり間違いだったと言や、お前は見過ごすのか？俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな。分かった。で、あんたもうちょい手伝ってくれるのか？あんたがいればめちゃ心強いんだけど。
それはできねえ。え？春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる？誰から？フィクサーの残党たちさ。フィクサー？それって誰だよ？全て教えてやったらどうだ。春日、人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな？はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも俺の素性を明かすこともやっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ。お前、俺と拳を交えて何を感じた？そりゃ、そのマジで強えって本物だと思ったよ。ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、それを伝え合うためのもんだ。俺を信じろ。そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。それがお前が本物になるための道だ。じゃあな、頼んだぜ。ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ。死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。ええ、それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。そうか。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。さすがだね、あの男。総帥、例の場所に動きが。は？今現在の映像です。ミラーフェイスのいるビルにタクシーが。こいつって石尾田だ。沢城の頭はこいつがおやつさんを殺したって。こりゃ確定だろ。青木亮がこいつらを動かしてまた誰かを殺そうとしてる。その標的はやっぱり沢城の可能性が高いぜ。もし警察署に潜り込む気ならやるのは夜だろう。昼間はさすがに人目につく。つまり奴らが動くのは今夜ってこと？沢城の口を塞ぐのは早ければ早いほどいい。私が青木亮ならそうするね。くそ。でも若たちにはもう何もやらせやしねえ。絶対にやらせやしねえ。ソンヒはこのままモニターで見張っててくれ。俺らはこれから石尾田のとこに行く。異人町から反撃開始といこうや。
この風車って。ええ、我々の生活の他にまだ自家発電だですが、遠出。ちなみに洗濯機が安定。せめて行かれ。それでは。いらっしゃいませ。いた。日本風だ。なるほど。ん？ここはコミ。あの件に。いや。います。それよりもよ。春日さん。そうですね。その通りです。ま、とりあえずは。ですが、私直接電気で買い。ごちそうさまでした。ありがとうございました。世界が回る。なあ、
こへ来た。してみろ。おれおれ見てろよ。やけてろ。おいよ、なめろ。逃げるな、今のうちだぞ。とっておきだ。ふん、調子が戻ったぜ。俺の番か。してみろ。行くぜ。ひひひ、パッケン、行くぜ。私の番だ。かわす。俺の番だ。ザコが。ほら来いよ。とっておき。どうするだ。やってやろう。よし。ザコが。とっておき。逃げるなら今のうちだ。してみろ。何走り。うわ。ハムイはこれや。これや。なめろ。見せてやるよ。俺の番か。見てなさい。やるか。じゃあ俺の番。絶対負けない。見てろよ。石尾だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔っからね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したんは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと、なんて戦だ。
おい、てめえ。なんだ。足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに。警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け抜きだったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちがどっち。こんな、マジかよ。力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある。130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物。じゃあその第1条は何だった。知るかバカ野郎、名も覚えてるわけねえだろ。じゃあこちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。 OK、 よくわかった。そっち行く。くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。もういい加減終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。しつこいな。石尾だ、おやっさんの肩。おいおい、あんまり。ドラゴン、なんでもねえ。ほら、やるぜ。やめんな。とっておきだ。張り切っていくぜ。バリバリいくよ。ザコが、やんのか。やめんな。誰が出ると思う。サムリうらっ、してみろ。どうするかね。よし、来た。見てろよ、応急手当てだ。ほら来いよ。苦しい、しんどいな。やってやる。エンドレスラー、ザコが。さあ俺の番。誰を呼ぶか。やってやろう。やってみろ。ご褒美が欲しいんですか。なめんなよ。覚悟しな。見てなさい。じゃあ飛んでけ。ありがとう。ほら来いよ。ガンガンいっちゃうぜ。とっておき、直してやるからな。してみろ。ありがとう。やってみろ。やんのか。なんとかしねえとな。ザコ、ザコよ、俺の番だな。やめ。
めんな。見せてやるよ。ほら、邪魔者の死ぬか。やってやるぞ。バリバリ行くよ。とっておき。やめんな。一丁運試し。逃げるな。よし、来た。ぶっ飛ばしてやる。見てろよ。やってみろ。あらすごい。何も。どうするかね。こいつを食らえ。ほら。苦しい。しんどいな。なめんなよ。やってみろ。やってやるよ。投げの隠し味で行くぞ。ザコ、とっておきだ。おれ、ほら来いよ。私の番よ。やめんな。見てなさい。
ておきな。やんのか。では開始や。ガンガンいっちゃうぜ。とっておき。してみろ。応急手当てだ。何度かしねえかな。行くぜ。手加減なしだ。ほら来いよ。俺の出番なんだ。俺の番見せてやるよ。エンドレスラー、やってやるぞ。よし、来た。やるか。見てろよ。舐めないでくれる。やんのか。絶対負けない。とっておきだ。勝てると思ってんでお返しや。さあ覚悟しろ。やってやるぞ。とっておき。なんかしよう。俺の番。逃げるなら今のうちだ。邪魔だよ。んでお返しや。泣いたぜ。とっておき。あらそう、何もやんねえ。返し。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。見せてやるよ。ほら、よし、やるよ。してみろ。では開始や。私の番ね。記念やんのか。見てない。ほら来いよ。ありがとう。さーて、叩きのめす。せっ、うん、よー、返しや。なめんなよ。見てろよ。してみろ。やるぞ。では開始や。よし、行くぞ。勝てると思ってる。私にお任せを。なめんなよ。ん？お？とっておき。してみろ。かかってきなさい。俺の番。ぶっ飛ばしてやる。痛い目に合わせますよ。邪魔だよ。舐めないでくれ。ほら、これを返しや。私の番です。記念。絶対負けない。俺の番だな。とっておきだ。エンドレスラー。さあ、やるか。さて、
私が相手です。さて、なめんなよ。ダメっす。勝てると思ってる？返しや。さて。この前は鉄球、いや極道だけの話。ん、何にせよ、ああ私の番です。してみろ。さて、せーほら来いよ。1、2、3、4。俺の番。なめないでくれる？邪魔だよ。へえ。私が相手で、なめんなよ。俺の番だな。誰がいいか。私が相手です。よし、いざ。見せてやるよ。盛り上がってきた。ぶっ飛ばしてやる。してみろ。アメに行きましょう。私の番です。セーラー、やるか。私の番ね。とっておき、かかってください。ほら来いよ。俺の番だな。とっておきだ。ぶっ飛ばしてやる。私が相手で。俺の番だ。なめんなよ。叩きのめ。いねえ。正解が近いようですね。絶対負けない。
回復ですね。ほら、やるぜ。私が相手です。やるか。出ると思ってる。見せてやるよ。こいつを食らいな。なめろ。ふん。くら。私の番だ。強気。俺の番。合わせますよ。してみろ。叩きのめしが相手です。よし、私の番です。勝てると思ってる。全力で。かかってきなさい。よし。やて。邪魔だよ。ほら来いよ。うわっ、元通りだ。俺の番だな。どうしようかな。見せてやる。さあ、強くなった気がするぜ。テンション上がりますね。まだ強くな終わりだぜ、石尾だ。沢城の頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見物だよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜、港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちいと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしゃ青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ん、ちょ待て、誰かおる。あいつは。よ、やりましたな、大公。この間の蒼天堀で、あんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。
登場界の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんです。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木寮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますぜ親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。ふん。どないした。それが踊れろ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。二手三手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残ると思うんや。天道も石尾だ。もう近江も登場界もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかもしれん。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天道、じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる。やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな。まあ見張っといて正解やったな。どうしますか。ほな、もうポチッといったれ。了解しました。